続きモチュールレーシング津田達也選手、シルバン・ケンジョーリ選手、そしてジョシュ・ブルック選手の3名です。宮城さん、このチームは今年注目ですか？はい、素晴らしいですね。はい、あの新型導入してますし、そのあたりの話もじっくりとお伺いしたいと思います。はい、ではですね、ライダーの皆さん、準備ができたようなので早速ご登場いただきたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。津田達也選手、シルバン・ケンジョーリ選手、そしてジョシュ・ブルック選手です。どうぞ。これからはですね、吉村、鈴木、モチルレーシングの3名のライダーにお話を伺っていきたいと思います。じゃあそれぞれ一言ずつちょっとメッセージ、ご挨拶いただきたいと思います。まずは津田選手からお願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。あの暑い中、鈴鹿に足を運びありがとうございます。今日はあのトップ10トライアル、全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。うわー、見たいなあの走り。はい、それではジョシュ・ブルック選手にもメッセージ頂戴したいと思います。 Hi, thank you everyone for coming to support us. We'll do a great job in the race. 皆さん、僕たちの応援のために来てくれてありがとうございます。いいレースをします。はい、ありがとうございました。ジョシュ・ブルック選手でした。それではシルバン・ケンジョーリ選手、お願いします。 Hi everybody, looking forward to the race and my first time in Aitao Suzuka with Yoshimura team. はい、皆さん、今回初めて吉村のチームで走りをやるのがすごく楽しみです。はい、じゃあそんな3人でね、進めていきたいと思いますけども、津田選手、今シーズンは新型導入で鼻息も荒くいってますね。はい、はい、いってます。いってます。はい、もうふがふがいってる。でふがふが行き過ぎて、開幕までに3回ぐらいちょっと、あ、ほんま行き過ぎたんですけど、はい、まあ今シーズンこの全日本選手権もね、ちょっとこう振り返ってみると、開幕戦の鈴鹿はこの地元、ツアーの方では2位でした。そして相撲ではいろんなことがあって、ちょっといろいろあります。いろいろあって、まあ、10位、はい、そして茂木では3位、そしてオートポリスではまた2位と、はい、コンスタントに走ってますよ。どうですか？淡々と言ってます。淡々と言ってる。はい、新型のマシンのセットアップ、この進行具合はどうですか？そうですね、やっぱシーズンオフにちょっ と、テストをきっちりちょっと行うことができなかったんですけど、まあ、レースをしながらちょっとずつ開発を進めていって、まあ、8歳に向けてどんどんバイクが良くなってきてるっていう形ではあるので、まあまあ、全日本もこれからも後半戦に向けても楽しみですし、明日のレースも楽しみですね。なるほど。この、まあ、全日本をやりながらもですね、まあ、鈴鹿8歳に向けての合同テスト、まあ違うマシンを仕上げていくのか、それとも基本的にはその全日本選手権のマシンの延長上にこの8体のマシンがあるのか、これどちらなんですか？僕ら吉村は8体を主軸として戦っているので、全日本も基本的にはもう8体と同じような仕様で戦っています。まあ、透過系とかライトとかはついてないんですが、まあ、基本的には8体と同じ仕様で戦っているので、まあ、もちろんその全日本も8体もほぼバイクは一緒です。なるほど、はい、じゃあいい仕上がりできてると思っていいんですよね？そうですね、昨日の予選も3人が3人早く、まあ、いい感じでまとめれたと思いますし。そうだよね、はい、でその中で津田選手トップタイムだったもんね。まあ、気持ちいいよね。そうですね。あ、違いました。いや、まあ、そうですね。そうですよね。まあ、ちょっと気持ちよかったです。津田選手がトップだったよね。はい、タイムがね、小さい気持ちでちょっと取れ。なるほど。さあ、というわけでございまして、いろいろとお話をお伺いしたいと思いますけれども、ジョシュ・ブルック選手、鈴鹿の8体、この吉村とは3冠になりますか？Yeah, that's right. It's a great honor to be invited again to come and join with Yoshimura, my third time with Takuya. And, you know, this year's, you know, great because of the new bike and three fast riders.We have a really good chance. まず吉村に3回呼んでいただいたことをすごく光栄に思ってます。ですごく早い間、津田拓也選手、あと銀通り選手と3人で組めるということで、しかもバイクも新しくなったということで、すごく楽しみにしています。まあ、それだけ話してくれると、あとはもう行くところが決まってる感じがしますよね。それだけね、いい話を並べてくれるとね、もうこの吉村が目指すところはもう1つしかない感じがしますよね。
Yeah, absolutely. The two times with Yoshimura before, we come third and second, so now we have to take the number one place. And, you know, with three riders all going very fast, we have a great chance.もちろん絶対に勝ちを狙っていきます。今まで2回、2位、3位と表彰台に乗っているので、もう残りは真ん中しかない。ですよね。ジョシュ・ブルック選手の気持ちは僕はよく知ってるよ。Yeah, my motivation and focus is completely on winning. You know, I have to try, you know, my best every lap. Even, you know, when the extreme heat is making you feel tired,You just keep pushing until the end. もちろん真ん中を狙うためにもう全力で毎ラップ全力で頑張ってもう暑かろうがタイヤが垂れてろうがもうプッシュし続けたいと思います。かっこいい。暑かろうがタイヤが垂れることはないけども。なんであろうがちゃんと走るってこれ。いや実は、まあ、ジョシュ・ブルック選手はね、実はマントでもね走ってるし、はい、まあブリティッシュスーパーバイクも走ってるしね、もう何乗ったって速いんですよね。ちょっと脅威の男だよね。Yeah, I have a wide experience.And hopefully that helps me to go quickly in Suzuka 8-hour. You know, it's, you know, of course you mentioned the Bridgestone tyre is the best one for this event. And I think Yoshimura is also the best one. So now I have to step up myself and be also the best. Great. いろいろな経験があるんでいろんなことができるんですけども、やっぱり鈴鹿8体っていうのは特別なので、で今宮城さんがおっしゃったようにブリヂストンタイヤはもうこのレースの中で一番のタイヤですし、吉村というチームも一番のチームだと思っているので、あとはもう優勝を目指して走りたいです。わかりました。ありがとうございます。はい。さあそれではシルバン・ギュンタル選手にもお伺いしましょう。2014年のワールドスーパーバイクのチャンピオンです。今回この吉村のチーム吉村とジョイントしていかがでしょうか。Yeah, this is a different experience and a different kind of racing, but very interesting. So when the occasion raised up to join Yoshimura team, a team with a lot of history and also a great brand, you know, in Europe, it was a really good opportunity to come and do this event.And I think, like Josh said, we have a good chance this year of fighting for the win. So we will be pushing very hard, and we have a strong team, a new bike that is very strong, and also Yoshimura team with a lot of experience. So it's very exciting. まず今までになかった経験で、ジャンルの違うレースなので非常に興味があるんですけれども。タイヤがいいっていうのと、あとチームもすごくいいで、チームメイトもすごくいいので、もちろん真ん中を目指せる位置にいるので、もう前だと頑張って、表彰台目指して走りたいと思います。シルバン・ギュンタル選手は、まあ、本当にその世界中でね、はい、まあ、その世界選手権、そしてスーパーバイクと戦ってきた、まあ、男なわけですけれども、この鈴鹿というコースの最もそのね、エキサイティングなところを教えてほしいな、ファンのみんなに見に行ってもらうと思うんだよね、そのシルバン・ギュンタル選手が。その一番好きなところ。Yeah, actually, I was really happy to also come back to Suzuka. My last time was 2003 with 250 GP bike, so long time ago. So I remember the track a little bit. I remember it was a great track, but it was really good to be back on this fantastic track. I mean, it's difficult to pick one place because I think it works as a full track. The rhythm on this track is great.I'm really happy to be back here and looking forward to the race tomorrow.
実は鈴鹿は2003年に250で走ったことがあるんで、すごく昔のことなんですけど、コースのことはちょっと覚えてたし、すごくいいコースだったっていうのを思い出したん ですごく楽しみです。でどこかっていう場所はなくて、もう全体が難しくて、でも全体がすごく楽しいところなんで、もういろんなことを見てほしい。ここに戻ってこられたのがすごく嬉しいんで、すごくいい走りをしたいと思います。嬉しい ね、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。津田選手、はい、毎年いろんな海外からの一流どころをお迎えしての鈴鹿八大、楽しいね。いや、毎年一流が来るんで、うん、だんだんこの来るたびに僕の存在がちょっと薄くなるので。いや、そんなことないよ。そんなことないですよ。本当ですか。ああ、バッチリ存在感あるで。僕いてるかなみたいな。いやいや、あるある。それはだって三重県の隣の和歌山出身やろ。三重県のまとなりですよ、ね、地元バリバリやで。はい、ローカルライダー。隣町ですから。そうやろ、はい、ローカルライダーですからね。ローカルライダーです、ね、もう素晴らしいですよね。津田選手は彼ら2人とどういうコミュニケーションを取ってんの。英語で喋ってんの。あ、まあ、ちょっとだけですけど。ちょっとだけ英語。ベリーリトルですけど。ベリーリトルで喋って、はい、やり取りしてんの、はい、車のそのセットアップは基本的には津田選手が中心に仕上げてるの。今回は去年までのバイクって言ったら、もう僕ずっとやってきて、僕のバイク主軸っていうセッティングができてたんですけど、今回のバイクに関してはこの8時間耐久レースっていうこの暑い状況で走るの初めてですし、自分のセッティングっていうのもまだこうちゃんと決まってないんで、こうシルバー選手と僕2人でこう平行にこうバイク進めていって、それでこう妥協点を見つけながらバイク1個にしてたって感じなんですけど、まあ今回に関しては自分のバイクっていうことではなく、こうみんなのバイクっていう印象ですかね。ああ、なるほど。でもまあそれぐらい幅があるっていうことは、みんながその納得できるようなマシン。そうですね、やっぱり去年のバイクよりもその辺はすごくレベルアップしてますし。なるほど、はい、そこはもう信頼してやってます。なるほど、はい、そんなこと言ってるけど、多くの鈴木系のライダーが昨年の16年型でまたエントリーしてるで。今鼻で笑ったよ。そこはさらっと流し、さらっと流すとかやな。鈴木も近いんで、はい、はい、じゃあさらっと流した流れでですね、そろそろちょうどお時間なので、最後にですね、皆さんから一言ずついただくようになりますけれども、どうしましょう。津田選手から。じゃあ津田選手から、じゃあ最後に皆さんにメッセージを。この後トップ10トライアルもあります。どうぞ。はい、毎年8体をこう楽しみに来てくれてる皆さんの前で、また今年も走らせてもらえることができて、僕は、はい、本当に幸せに思ってます。信頼できるチーム、信頼できるタイヤで、次のトップ10、まずは全力で、トップを狙いに行きますので、ぜひ旗を振って応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。吉村札子ね、必ず振ってあげてください。感謝してあげてください。感謝してください、ね、ありがとうございました。それではおかけしましょう。It's always a great honor to come to to Suzuka and of course ride with Yoshimura team and I have a great pride, with so many people coming to cheer us on, and I only hope I can repay you with the best reward, and that's the take the win with this great team. まず八体に吉村という素晴らしいチームから呼んでいただけたことをもう一度すごく嬉しく思いますと言いたいです。素晴らしいチームと素晴らしいライダーと組むので、もちろん真ん中しか目指すことはないので、皆さんどんどん応援に来てください。それで最終的に表彰台真ん中で立ちたいと思います。はい、ありがとうございました。ぜひぜひ続き、吉村ファンは応援してあげてください。女子グループ選手に来ました、はい、それではシルバン・ギュントリ選手お願いします。I think Josh said it all, so I'll just see you tomorrow, yeah? 言いたいことは女子が全部言ってくれちゃったんで、じゃあ皆さんまた明日会いましょう。表彰台で会いましょうですよね。はい、ありがとうございました。はい、ということでではですね、最後に改めてご紹介させていただきます、吉村鈴木モチュールレーシングの津田拓也選手、そしてジョシュ・ブルックス選手、シルバン・ギュントリ選手でした。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいです。期待してます。ありがとうございました。